天山広吉は日本の男性プロレスラー。京都府京都市出身。血液型大型。新日本プロレス所属。本名及び旧、e、リングネームは山本広吉。キャリア初期、編集京都市立北の中学校、京都府立山城高等学校卒業。学生時代はボディビルとバスケットボールに打ち込み、新日本プロレス学校を経て、1990年5月に、 新日本プロレスに入門。1991年1月11日、今治市公会堂大会にて、本名の山本博吉として、松田治虫戦でデビューを飾る。その後は、同時期にデビューした小島聡ととのタッグで、前座戦線を沸かせてきた。1993年3月、若手選手を中心としたリング戦、ヤングラエオンハイに出場。 リーグ戦で勝利を積み重ねていき、23日の決勝戦で対戦した西村治から勝利を収め、同大会を優勝。6月より海外武者修行のため、グラー,アーツを拠点とするキャッチレスリングアソシエーションに参戦。現地でランスストームを下し、クア世界ジュニアヘビー級王座に二度体感する活躍を遂げた。また、カルガリーの対合、鉄之助のもで、 肉体改造を行い、1995年1月4日、外戦帰国に合わせて、リングネームの聖を天山と改め、中西学とシングルマッチで対戦し、勝利を収めた。2月4日、橋本信也の保持する IWGP ヘビー級王座に挑戦。破れはしたものの、23歳9ヶ月での挑戦は、当時の最年少挑戦記録を打ち立てており、 その将来性を高く変われていた。老群乱暴、ジャパン時代、編集その後、天山は、腰中志郎が率いる平成維新軍から再三に、渡って、勧誘を受け、2月12日、後楽園、ホール大会昼工業にて勧誘に対する返事を、聞かせてほしいと、越中に呼び込まれる形で私服姿で、リング上に登場した。越中と握手をすると見せかけて、 モンゴリアンチョップを見舞い維新軍入りを拒否。直後に維新軍の一員である小原道湯が現れ、そのまま小原とシングルマッチに流れ込む。試合を終始圧倒して勝利を収めた。そしてこの日のメインイベント終了後に再び姿を見せ、リング上にいる選手らを蹴散らかすと、直後に登場した長野正宏と結託。同日、天山は後楽園大会る工業にて、 長野広斉藤とのトリオで、長州力橋本平田厚史組と対戦し、ダイビングヘッドバットで、長州からピンホール勝ちを収めるという番狂わせを起こすと、長野広サブウラと共に、老軍団を結成。一躍して、トップレスラーたちの仲間入りを果たした。以降、天山は新日本本体と構想を繰り広げ、6月12日、 長野とのタッグで空位となった IWGP タッグ王座をかけて橋本平匠と対戦。この試合に勝利を収め第25代王者組に退官する。同年のプロレス大賞では長野と共に最優秀タッグ賞を受賞するに至った。1997年により長野が指揮を取るヒールユニット NO Japan のメンバーとして合流する。同年8月より開催された G1 では 準優勝という戦績を、しかし1998年10月、長野が怪我で離脱し、代理で指揮を取る武藤刑事が王に小島を勧誘する行為に対して、ことを唱え、チーム内で亀裂が生じていった。それでも問題が解決しないまま、11月に開催された s ータグリーグでは、ウォースティングとのタッグで出場。十五日、公式戦にて対戦した武藤&、 小島組との戦いを通じて、小島のことを認めて和解する。天山はこれをきっかけに、小島とタッグチーム、天古寺を結成した。翌1999年1月4日、東京ドーム大会では、同タッグで、天竜玄一郎&、越中白組が保持する、IWGP タッグ王座を奪取し、第36代王者組に退官する。以降小島と共に、 タッグ戦線を大いに賑にわし、数々のタッグチーム相手にしのぎを削り、2000年のプロレス大賞では最優秀タッグ賞を受賞、2001年11月より開幕した G1 タグ、リーグに優勝するといった活躍を見せてきたが2002年に小島の全日本プロレス遺跡が発表され、同年1月24日の試合を最後に天古寺としての活動を休止。その後は再び、 超の特務うになり始めた。2003年から2005年、編集2003年8月、G1 クライマックスに出場。これまで何度も優勝候補に挙げられるも、後一歩で手が届かなかった天山は、一年発起して、再びカルガリーの対合の下で肉体改造を行い、外戦帰国を果たす。また、コスチュームも従来の黒から赤を基調としたものに、 健康紙を黒髪に染めた。G1 では初戦こそ、プロレスリング、ノアの秋山ひとしに敗北を喫するも、その後は、勝利を積み重ねて、決勝トーナメントに進出。準決勝戦で、高山義弘を制し、決勝戦で再び、秋山と対戦した。遠征先のカルガリーにて開発した新技、アナコンダバイスで、秋山からギブアップ勝ちを収め、優勝を果たした。 また、10月に行われた G1 タグリーグでは、西村治とのタッグで優勝する。11月3日には高山が保持する IWGP ヘビー級王座に挑戦しダッシュし、第33代王者に退官。自身初となる IWGP 王座の退官となったが12月9日に行われた初防衛戦で中村晋介に敗戦し、短命政権に終わった。 2004年2月15日、中村の怪我により返上された IWGP ヘビー級王座決定トーナメントにエントリー。決勝戦で天竜を制し、第35代王者に返り咲いた。8月に開催された G1 では、新、闘魂三重師と称された中村、柴田勝頼、棚橋博士らを決勝トーナメントで順に3立てして、史上2人目となる。 G1 連覇の偉業を成し遂げる。12月5日、全日本プロレスに参戦し、川田俊明の保持する三冠ヘビー級王座に初挑戦。12月のプロレス大賞では、関東賞を受賞した。2005年2月20日、小島の保持する三冠ヘビー級王座と自身が保持する IWGP ヘビー級王座をかけた、ダブルタイトルマッチで小島と対戦。 試合時間残り15秒となったところで、脱水症状による KO 負けを喫した。試合終了後に、都内の病院に搬送され、検査の結果、意識消失発作と診断された。5月14日、東京ドーム大会にて、小島と再戦し、勝利を収めて IWGP 王座を奪取するも、7月18日の防衛戦で対戦した。 藤田和幸に敗戦し王座から陥落した。2006年から2008年、編集2006年8月、G1 ではリーグ戦を全勝で飾り、決勝戦で小島と対戦。これに勝利を収めて3度目の優勝及び、全勝優勝の快挙を成し遂げた。その後、タックパートナーである長野との確執が起きてしまい、タックを解消した。10月、マカベガナギ。 コシナカシローラと共にヒールユニット GBH を結成する。後に、シンカベエチュと構想を繰り広げていた矢野、ヤノツ石井智博をメンバーとして引き入れ、超の引き入るブラックと構想を繰り広げる。12月、全日本プロレス主催のタッグリーグ、世界最強タッグ決定リーグ戦に転校時として出場し、優勝を果たした。2007年に入り、 天山は GBH のリーダーとして、引き続きチームを引っ張っていたが、前年12月に負傷した首の状態が最悪であることが発覚。この影響で8月に開幕した G1 では2勝3敗と、負け越しに終わる。同月12日には GBH を離脱した越中から、ピンホール負けを喫し、試合後のコメントで天山は、リングが怖いと弱音を吐く姿が見られた。10月8日、 エクスプロージョンで A7 にて、かつての付き人である、後藤博士大とシングルマッチで対戦したが、試合終盤、後藤の変形バックブリーカーを喰らい決意を、損傷してしまう。最後は、後藤の焦点で、ピンフォール負けを喫し、長期欠場へと追い込まれた。2008年2月14日、試合後、天山は、味方の3人から袋叩きに相次い放された。三月九日、 ニュージャパンカップに、出場、1回戦で石井と対戦して勝利。試合後、またしても GBH のメンバーによる攻撃を受けるが、この状況を見かねた新日本本体の飯塚隆が、天山の救出に駆けつけ、ことなきを得た。最初こそ、飯塚を冷たくあしらっていた、天山だったが、15日と8日大会で握手を交わし、共闘を宣言。その後、 飯塚とのタッグを友情タッグと命名し、3月30日、ニューディメンションにて、IWGP タッグ王者組のモーストバイオレンス、プレイヤーズとノンタイトルマッチで対戦し、勝利を収め、天山は、試合後のコメントで、同タッグ王座への挑戦をアピールした。4月27日、ニュージャパンブレイブ最終戦で、飯塚と共に IWGP タッグ王座に挑戦した。しかし、 試合終盤に、天山のパートナーである飯塚から、裏切りのスリーパーホールドを極められてしまい、最後は新壁から、ピンホール負けを喫した。その後、天山を裏切り GBH 入りを果たした飯塚と、構想を展開していくも反則による、不透明決着が連日続き、さらには、天山のタッグパートナーである長州や長野からは、厳しい言葉を浴びせられるなど次第に孤立していった。 6月15日後楽園大会にて6人タッグマッチで GBH と対戦したがまたしても反則最低で終わり試合後にマカベからランバージャックデスマッチでの決着戦を要求され同ルールで飯塚と対戦することが決定的となった7月8日ニュージャパントリル最終戦で飯塚とランバージャックデスマッチで対戦した場外では GBH メンバーからの攻撃で 流血、後半はレフェリーを不在にさせ、無法地帯と化すも、最後は、飯塚にアナコンダバイスを、極めて勝利を収めた。試合後に、GBH による攻撃を受ける中、天山のかつての名優である小島が救援に駆けつけ、小島と固く握手を交わした。その後、天山は8月に開催された G1 に出場するも、試合後に、 幾度となく飯塚の襲撃にあってしまい因縁が再発。10月13日、ディストラクション08にて飯塚と2度目のデスマッチとなるチェーンデスマッチで対戦したが、飯塚にチェーンで公刑を受けたところを危険とみなされ、レフェリーストップ負けを喫した。10月18日、G1 タグリーグに小島と共に出場し、決勝戦で新壁&、ベアンド、 矢野組から勝利を収め優勝。全日本主催の世界最強タッグ決定リーグ戦では、スワマー近藤修司組を破り2年ぶりの優勝を果たし、初のメジャー団体タッグリーグ戦両制覇を成し遂げた。その後、翌年に開催されるレッスルキングダム3にて、IWGP タッグ王座に挑戦を表明したが、12月29日に右目の上半分が見えなくなるという異常を訴え、 網膜剥離と診断され欠場を余儀なくされた。2009年から2010年、編集2009年5月3日、天山はレスリングドンタク2009にて復帰戦を行い、小島と共にバッドインテンションズと IWGP タックオーザ時期挑戦者決定戦に挑むも、アンダーソンからピンホール負けを喫した。天山は試合後のコメントで、 これ以上迷惑をかけられないという理由から、天古寺としての活動を再休止した。その後、再び飯塚からの襲撃を受けるようになり、7月20日、ニュージャパンソウル最終戦にて、チェーンデスマッチで対戦。飯塚の首をチェーンで締め上げ KO 価値を収めた。8月 G1 公式戦消化中に古傷である首の状態が悪化し、同月14日に、 脊椎間狭窄症及び右肩アダック級により、無期限の欠場を発表。千葉県内の病院に入院し、9月24日に首の痛みの原因となる頸椎後立て、人体骨化症の手術を受けた。10月2日に退院し、リハビリに努めていたが、都内病院にて MRI 検査を行った結果、右肩腱板断裂と診断され、 右肩も改めて手術することになり再入院。11月4日より再退院し、引き続き、リハビリと治療に専念し始めた。2010年11月18日、天山は新木バファーストリングにて行われた、若手選手中心の工業、ネイバー4を舞台に復帰戦を行いアントーニオ・ホンダと対戦。最後は、アナコンダ・バイスで、ホンダからギブアップ勝ちを収めた。 試合後のバックステージで天山は歓喜は待って号泣し、大会終了後に改めてコメントを発表した。今後は全日本を退団し、フリーランスとして新日本に参戦し12月11日、ニュージャパンアライブ大阪府立体育会館大会にてゲドとシングルマッチで対戦。アナコンデバイスで勝利を収めたが、試合後に飯塚から、 スリーパーホールドを極められまたも因縁が再燃した。2011年、編集レッスルキングダム V にて、ディープスリープトゥールーズルールで、飯塚と対戦。試合終盤に、リフェリーのブラインドをついた、飯塚の反則攻撃を、実況席のゲスト解説を務めていた、井上渡るのとっさの火星で逃れることに成功する。最後は、アナコンダクロスで、飯塚を失神に追い込み、 勝利を収めた。8月2年ぶりに G1 に出場。最終戦を待たずに予選落ちが確定するも14日の公式最終戦にて対戦した小島の決勝進出の阻ませ、さらに小島に右目眼下低骨折の重傷を負わせて、欠場へと追い込み4勝5敗という戦績を残した。 9月19日、右目の負傷から回復した小島が、新日本所属選手として復帰することがアナウンスされ、その復帰戦の相手として、指名を受ける。ディストラクション11にて、小島里氏復帰戦と銘打たれた試合で小島と対戦するも、最後はラリアットで、ピンフォール負けを喫した。以降も、小島と構想を繰り広げ、パワーストラグルにて小島とンドシングルマッチで対戦し、 ムーンサルトプレスで勝利した。試合終了後にまたしても飯塚による襲撃を受けたが、状況を見かね、天山は、その後、リング上で小島と言葉を交わし合い握手はしなかった、ものの再結成への兆しを見せた。19日、小島の試合終了後に起きたカオスによる小島への、必要な袋叩きに耐えきれず救出に入る。帰り討ちにした後、監修からの天古寺コールに押される形で、 小島と握手を交わした。27日、飯塚による襲撃を受ける中、救出に入った小島と共に、飯塚を撃退する。その後、天山は小島から、天古寺の今後について問いかけられ、ついに、天古寺再結成の意思を表した。12月4日、飯塚秀夫斉東組と対戦。天古寺カッターから、アナコンデバイスを極めて飯塚から、ギブアップを奪い、 天古寺復帰戦を勝利で飾ると、試合後のコメントで、IWGP タック王座への挑戦をアピールした。2012年、編集レッスルキングダム6の舞台で小島と共に、バッドインテンションズの保持する IWGP タック王座に挑戦。バーナードから、ムーンサルトプレスで、ピンホール勝ちを収め、第58代王者組に退官。リマッチを申し入れてきた。 バッドインテンションズ、高山義弘ランスアーチャー組を相手に、タック王座の防衛に成功していったが、2度目の防衛戦終了後に、矢野飯塚の襲撃に遭い、IWGP タック王座を降奪されたことで、イコンが芽生える。レスリングドンタク2010人にて、矢野飯塚組と対戦したが、小島が矢野から、ピンフォール負けを喫して王座から陥落した。 その後ドミニオン6.16での体制を経て、キズナロード最終戦にて、矢野飯塚組と3度体制を行い、最後は小島が飯塚からピンホール勝ちを収め、第60代王者組に返り咲き、構想に終止符を打った。下半期はタック王座をめぐって、KES を相手に構想を展開した。キングオブプロレスリングにて、 KES と対戦したが小島がスミスからピンフォール負けを喫して王座から陥落。パワーストラグルにて、KES と再び対戦したが、今度は自身がアーチャーからピンフォール負けを喫してしまった。2013年、編集、レスリングドンタク2013にて、IWGP タック王座を保持する、KES、挑戦者組のマッスルオーケストラ。 矢野飯塚組を交えた4ウェイマッチで対戦。最後は小島がストロングマンからピンホール勝ちを収め、第62代王者組となった。8月 G1 に出場するも7日の仙台大会にて対戦した内藤哲也戦であばら骨を骨折してしまい、以降の大会を欠場した。キングオブプロレスリングにて復帰戦を行い。 渡辺交渉とのタッグで、KES と対戦したが敗戦。試合後に、アーチャーから IWGP タッグ王座へ挑戦することをアピールされ、挑戦を受諾した。パワーストラグルにて、IWGP タッグ王座 &NWA 世界、タッグチーム王座をかけた、ダブルタイトルマッチで、KES、アイアンゴッズと変速サンウェイマッチで対戦する。 モアイ WGP 王座から陥落し、さらには NWA 王座ダッシュはならなかった。同月23日、天古寺としてワールドタグリーグに出場。決勝トーナメントに進出し、12月8日の準決勝戦で KES から勝利を収め、決勝戦でバレットクラブと対戦したがアンダーソンからピンホール負けを喫し、準優勝に終わった。2014年、 編集ザニュービギニングに大阪にて NWA 世界タッグ王座ナンバーワンコンテンダーマッチと銘打たれた試合に小島と共に出場しビッグダディアムヤムマイケルターバー組と対戦。最後はターバーからアナコンダバイスでギブアップ勝ちを収め挑戦権を獲得する。インベージョンアタック2014にて NWA 世界タッグ王座を保持するアイアンゴーズズと対戦。段から ピンフォール勝ちを収め、同王座に退官した。キング・オブ・プロ・レスリングにて、NWA タック王座5度目の防衛戦として、KES と対戦したが、パートナーの小島がアーチャーから、ピンフォール負けをキッシュ王座から陥落した。試合後に小島に詰め寄り仲間割れを起こして不穏な関係へと発展したが、後に和解を果たし WTL に出場。公式リーグ戦において、 コンウェイから勝利を収めたことで、コンウェイの保持する NWA 世界ヘビー級王座へ挑戦することを表明した。2015年、編集座ニュ New Beginning in 仙台にて、NWA 世界ヘビー級王座を保持するコンウェイと対戦。最後は、ムーンサルトプレスでピンホール勝ちを収め、同王座に退官した。7月、NWA 王者として G1 に出場。 18日、天山は明治記念館にて行われた G1 直前、記者会見の場で自身に、もう終わってると発言した内藤に対して怒りをあらわにしたコメントを発表。G1 では最終戦を待たずして予選落ちが確定するも8月14日の公式リーグ最終戦で内藤からアナコンダマックスでギブアップ勝ちを収め、恨みを晴らした。8月29日、 ブランデットアウトローレスリングが主催する工業に参戦し、NWA ヘビー級王座の防衛戦として、ジャックス団と対戦したが、ピンフォール負けを喫して王座から陥落した。2016年、編集ザニュービギニングに大阪にて、小島と共に、長田博士中西学部組と対戦。小島が中西から、ピンフォール勝ちを収めた試合後、長田がマイクを手に取り、 俺たちの力はまだまだ衰えてない。とアピールすると、小島、長田、中西らと手を取り合って、決起を表明。同日、ネバー無差別級王座の防衛に成功した、柴田勝頼から挑発されたことから、第三世代の一人として柴田との交想に身を投じる。インベージョンアタック2016にて、柴田の保持するネバー王座に挑戦したが敗戦した。 6月27日、絆ロード2016後楽園大会にて、G1 出場メンバーに天山は自ら選出されなかった不満をアピールした。以後のシリーズでも G1 出場のアピールをし続け、7月3日、岩手大会にて、小島から呼び込まれる形で、リング上に登場した。小島は天山の G1 にかける思いを汲み取り、G1 の出場枠を譲ると宣言した。 この発言に天山は戸惑いながらも最後は受諾し、後日公式サイトにて小島に代わって G1 に出場することが決定した。13日、G1 に向けての公開練習後のインタビューにて、最後の G1 と意気込み本戦へと臨んだが、最終的には2勝7敗という戦績で幕を閉じた。2017年、編集3月6日、旗揚げ記念日にて、 小島と共に IWGP タック王座を保持する矢野石井組と対戦。小島が矢野からピンホール勝ちを収め、同王座12度目の体幹を果たした。真正面からゴツゴツと全身で相手にぶつかっていく詳細句なしの直線的なパワーファイトが心情で、相手からの攻撃を正面から受け止めることもあれば、フィニッシュホールドでも必要以上に透かすこともなく、 正面から4つに組むことが、ファイトスタイルの大きな特徴。また、名優、小島と同じく新技の開発には、余念がない。TTD 天山の代表的なフィニッシュホールドの、一つで、変形ツームストーンパイルドライバー。ボディスラムの体勢で上下逆さまに抱え上げた相手の、首に手を回し、膝をつきながら、マットに着地し相手を、脳天からマットに叩きつける。 綺麗に決まると、相手は首から垂直に落ちるが、通常のボディスラムのように背中から先に落下する場合もあり、決め方や角度にかなりの差異が見られる。オリジナル TTD ボディスラムの体勢で上下逆さまに抱え上げた相手の首に手を回し、そのまま開脚ジャンプした自らの股の間に、相手の脳天をマットに突き刺す。相手に怪我を負わせることが多かったため、 前述の着座式に改良されて、以降は、ビッグマッチといった舞台でごく稀に披露されることがある。原型、TTDTTD の原型は、抱え上げた時の体勢が、ボディスラムの体勢ではなく、ツームストーンパイルドライバーの体勢で相手を、上下逆さまに抱え上げそのまま尻餅をつくようにして、落とす。こちらも怪我人が続出したため現在では、完全に封印している。 アナコンダバイスアナコンダバイス V1 アームロックと、けさがための複合技。仰向けとなった相手の左サイドに腰を下ろし、相手の首に自分の右腕を巻きつけ、巻きつけた右手で相手の右手首をつかみ取り、自分の左腕を輪形になった相手の右腕に、通して自分の右手首をクラッチし、そのまま自分の体を反るようにして、相手の頸部を締め上げる。 2003年のカルガリー遠征中に、大合鉄之助と協力して開発した技であり、この技で、外戦帰国して間もなく開催された G1、クライマックスを制覇したことから、天山の代名詞的な技として昇華された。技名の由来は、アナコンダのように複雑に腕に絡みつき、万力のように締め上げることから取っており、天山が死と仰ぐ大合によって命名された。 アナコンダマックスアナコンダマックス2014年7月21日の G1 クライマックス公式戦カール・アンダーソン戦で初披露。コブラクラッチに捉えた相手を仰向けになるように倒し込み、相手の左サイドに移行し、両足を前方へと放り出しながら体重を後ろにかけて頸部を圧迫させる。アナコンダクロスアナコンダバイスの進化版。 相手の左腕を首に巻きつけるように右腕を交差させながら極める変形のアナコンダバイス。アナコンダバイスでタップを奪えない相手に極める進化系。上記アナコンダマックス習得してからは使用していない。ムーンサルト、プレス海外修行時に習得して以降使用しているフィニッシュホールドの一つ。1996年に無藤と負けた方が、 ムーンサルト封印という名目で対戦し敗北するも、一年ほどで再び使用し始め、これは、ムーンサルトプレスではない、天山プレスだとコメントした。2002年9月6日、石川県産業展示館三業館大会の西村、おさむ戦で繰り出した際には、回転に失敗して頭からマットに落下し、意識不明に陥ったが、一週間足らずで復帰を、果たして再び試合で同技を繰り出し、 自身のタフネスぶりをアピールした。膝に負担がかかることから、いつしか使用されなくなり、事実上封印状態となっていたが、自身のデビュー20周年記念工業にて数年ぶりに、披露。再度フィニッシャーとして使用された。モンゴリアンチョップモンゴリアンチョップ独特の呼吸で放ち、使う際には、会場内から、週の昭和が飛び交うのが恒例となっている。 初期は両手を大きく振り上げ、相手の両肩に打ち下ろした後、自らの両腕を一回転させる、独特のモーションだったが、後に改良され、自身の胸の前で両腕を一旦交差させて、バッテンを描くように斜めに振り下ろすようになった。後に、初期のようなフォームに戻り、自らの両腕を一回転させるモーションは見られなく、なった。呼吸とモーションのみ見せ、 チョップではなく相手の腹部にヘッドバットを見舞う、フェイント技なども稀に見せる。稀にダイビング式で使用。両で過去のキラーカーンの試合映像を見ていた時、一緒に見ていた一年先輩の三沢武氏に持ち技にするよう勧められたのがきっかけである。なお、2021年1月30日に行われたグレート・オーカーンとの敗者モンゴリアンチョップ封印マッチに敗れたため、 現在は封印中である、逆水平チョップ、天山チョップ仰向けに倒れた相手の等速で見えを切り、相手の喉元に手刀を振り下ろす技。チョップドロップ。こちらも打ち下ろした後に、自らの腕を一回転させる、独特のモーションを行う。エルボーエルボースタンプバックエルボー穴込んだフック、向かい合う、相手の首元に放つ、右フック。 ルール上反則行為であるため決め手になることはない。ラリアットフライング、ニールキックをもにロープへ振った相手に対して放つカウンター式を使う。稀にダイビング式で使用。ヘッドバット天山が使用する打撃技の中でも多用される技の一つ。若手時代に橋本深夜に促される形で額に爪楊枝を突き刺すゲームを披露したことがある。頭が非常に硬いので威力が高く。 頭蓋骨が常人の2割増しで厚いダイヤモンドより硬い塔などと評されることもあった。ヘッドドロップ助走をつけながら放っていく型を使用。主に小島里氏のスリングショットエルボードロップを同時に決めるツープラトン技で見られる。地獄好きは縦時代から時々使用している。天山の場合モゴリアンチョップの動作を併用して使用する場合が多い。 アナコンダスラムアナコンダバイスの派生技の一つ。向かい合う相手をロックボトムの体勢で組み付き、持ち上げたのと同時に自分の体を前方へと放り出して尻餅をつきながら着地して相手を背中からマットに叩きつける。そして倒れ込んだ相手に素早く組み付き、アナコンダバイスへと移行する。アナコンダバスターアナコンダバイスの派生技の一つ。 道義で極められた相手が抵抗して立ち上がろうとした際、腕を極めた状態の相手の体を持ち上げて、自らは尻餅をつきながら倒れ込み、相手を後頭部から背中にかけて、マットに叩きつける。ダウンを奪った直後に再び、アナコンダバイスの体勢に入れる利点がある。マウンテンボム主にロープから戻ってきた相手に対するカウンター式を使用しており、 相手を担ぎ上げてそのまま自身の上半身を預ける状態で後方へ倒れ込みながら相手をマットに叩きつける。近年では倒れる際に相手を自分よりさらに後方へ投げ落とす。通常のバックフリップと大差のない投げ方へと変化している。大一番ではなだれ式を披露することもある。対合式バックドロップ相手の片足をクラッチしながら抱え上げ急角度に落としていく。 変形のバックドロップ。2003年のカルガリー遠征時において、アナコンダバイスと共に習得した技の一つ。ボディスラムムーンサルトプレスのつなぎ技として使用している。天山の場合通常式に加え、相手を横向きに抱えて落とす変形式を使用している。シュミット式バックブリーカー蒸気、ボディスラム同様、ムーンサルトプレスのつなぎ技として使用していたが、ボディスラムや、 TTD をつなぎとされてから次第に使用されなくなった。アナコンダ X 尻餅をついた相手の背後から右手で、相手の左手首をつかみ取り、相手の左腕奥の字に折り曲げながら、頭上で固めて、空いていた自分の左腕を、相手の首に巻きつけながら、自分の右手にクラッチして締め上げ、自分の体を右方向にひねって、仰向けとなった相手の右サイドに移行し、 両足を前方へと放り出しながら、体重を後ろにかけて、頸部を圧迫させる。アナコンダシリーズの中では一番使用頻度が低く、この一試合の披露のみで終わっている。2011年8月7日の G1、クライマックス公式戦、井上渡る戦で、初披露。バッファロースリーパーホールド変形の片端目。尻餅をついた状態の相手の背後から右腕を首に、巻きつき。 左脇で相手の左前腕部を抱え込みながら自分の両手をクラッチして締め上げる。同時めしで使用する場合もある。結婚以前、喧嘩で妻にスリーパーホールドをかけられた際、髪をつかもうと手を差し出した時、その腕ごと妻に固められてしまったのが開発のきっかけとなっている。2000年代におけるフィニッシャーの一つとして使用されていたが、最近では全く見られなくなった。 変形バッファロースリーパーホールド蒸気バッファロースリーパーの改良版尻餅をついた相手の背後から左手首を右手でつかみ取り相手の左腕奥の字に折り曲げながら相手の頭上に持っていき開いた自らの左腕を相手の首に巻きつけながら締め上げるこちらも後に見られなくなった猛牛足まんじ固め変形の足4のあざ固め 仰向けに倒れた相手の右サイドを陣取り、相手のももの間に自らの左足を置きながら、相手の両足を足4のあざ固めの体勢で極めながら、マットに倒れ込み、最後に体を横方向に回転しながら、相手の右足をアキレス腱固めで極める。マウンテンクロス相手の足を交差させてから抱え込んで、極める逆エビ固め。 抱え込み式逆エビ型メヤングライオン時代の得意技。仰向けとなった相手の両ももを抱え込み、相手の体をまたぐようにステップオーバーしながら極める。足極め脇型メリバースインディアンデスロックのように、相手の足に自身の片足を入れながら交差させ、ブリッジせずそのまま後方へ倒れ込み片腕を極める技。ヤングライオン時代に使用していた。田中ケロ曰くプロレス漫画、 当消防医のシャチ固めらしく、使用者がおらず、誰かやらないかなと思ってたら、山本がやった技だという。ダイビングヘッドバット外線帰国後に使用したフィニッシャー。それぞれトップロープとセカンドロープに両足を置き、監修に見栄を切ってから放たれるムーブが特徴であり、後につなぎ技として使用している。1997年の橋本との試合で同技を仕掛けようと飛び上がったところ、 リングシューズがロープに絡まり宙づり状態となるハプニングが発生し、試合が一時中断してしまう事態に見舞われたことがある。カーフブランディングトップコーナーに上りコーナーにもたれかかっている状態の相手の頭部を両手でつかみ、片膝を相手の首元に押し当てながら飛び上がって、相手を顔面からマットに叩きつける。ムーンサルトアタックリング内や場外にいる相手に対して放つことがある。 蝶野正弘 CTC、蝶野のシャイニングンカキックと天山のラリアットで相手を挟み撃ちにする技。頂点、巨雷二人で行うダイビングショルダータックル。中村晋介天中殺天山がマウンテンボムの体勢で抱え上げ、中村がコーナーから飛びつき式 DDT の形でマットへ突き刺す。NWA 世界ヘビー級王座を肩に掲げる。 天山 NWA 世界タッグ王座を掲げる天山と小島さとし新日本プロレスパートナーは長野正弘3回小島さとし2回長野西村治長の小島4回最多体感記録保持者パートナーは長野パートナーは小島西村小島全日本プロレスパートナーは小島 NWA パートナーは小島 キャッチレスリングアソシエーションプロレス対象パートナーは、蝶の蝶の広斉藤小島。タレントとしては2011年12月から2015年12月まで、魔石芸能社に所属していた。キャラクターの強さは元より、下記の趣味からテレビ出演も多い。天山は、パチンコ好きでも有名で、その面でのメディア露出も多い。土山茂作のパチンコ漫画。 パチンコファイター猛牛天山で原作を担当していた。スポーツ放置でも2011年9月までパチンコのコラム天山の劇録、玉取ったるを月1回連載していた。テレビでも銀玉王、リーチボーイズが行くに準レギュラー出演していたほかゲストとしてパチンコパチスロ番組へ出演することも多い。2010年に発売されたパチンコ機、 CR 江戸の始末屋最強新日列伝では、町の棚橋、中西学と共に、始末屋の一人として、液晶演出に登場している。新日本プロレスのマットに、パチンコメーカーの広告が出されているため、一時は自分の試合中に、それが目に入り思わずパチンコのことを考えてしまうほどだった。2010年の復帰後はプライベートでのパチンコを、 家庭の事情で禁止されているほか、2012年1月には、年始の抱負として、パチンコ引退を表明するなど、一時パチンコから距離を置いていた。しかし2014年に、パチンコ漫画誌へのコメントとして、これからもパチンコを打ち続けるぞ、とパチンコ復活宣言をするなど、引き続きパチンコと関わっている。2014年には、フジテレビのバラエティ番組、 アウトでエラックスに妖怪メダルに翻弄される男として出演したことがある。妖怪ウォッチの愛好者として、おはスタやアニマゲーなど関連テーマの番組に相次いで出演した。また、同年に新日本プロレスの YouTube チャンネルでも妖怪体操第一を踊る動画がアップされた。ゲームでは、竜が如とく六命の歌。の カラジャスタス六強人、天山広吉役として出演した。ありがとうございます。